最後になりますが、いつも僕の YouTube チャンネルを応援してくれてありがとうございます。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画は動画のタイトルの通りなんですけど、僕が京都で撮る最後の動画になります。まあ、ちょっとお見せできないんですけど、僕の部屋は今荷物でめちゃめちゃ溢れてます。実を言うと、本来でしたら最後の動画は京都市内と大阪市内に行く予定だったんですけど、まあ、ちょっと今のご時世的に行くのは厳しいと判断しましたので、今回このような形になりました。まあその代わりと言っちゃなんですけど、今回の動画は京都で4年間住んだ感想と僕の YouTube 活動を振り返ろうと思います。まず京都で4年間住んだ感想なんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。辛いこともすごくあったんですけど、それを除けばめちゃめちゃ楽しかったです。僕の初めての一人暮らしが京都だったんで、めちゃくちゃ緊張しました。実を言うと、僕こう見えてめちゃめちゃホームシックなんですよね。京都に住んで 2,3 ヶ月ぐらいは徳島が恋しくて泣いてました。まあ今現在は徳島に住むのが決まったので、めちゃめちゃ嬉しいです。まず僕は京都に住んで1年1年目の時は、僕は一人暮らしでしかできないことを十分に楽しもうと思って、まあいろいろやったんですけど、その中で一番思い出に残ってるのが、実は動画制作で、4月か5月頃に1回動画を出したんですけど、その時はまあ趣味程度でいいかって思ってたんですけど、なんか動画作ってくうちになんかすごい楽しくなって、結構面白かったので、まあちょくちょくなんですけど動画は出してました。そして1年目の12月頃に顔を出しました。あの顔出しした理由については、まあ YouTube をちょっと本気でやってみようということもあったのと、あの海外では結構いるんですけど、僕みたいに顔出ししながらレゴをレビューしてる人っていなかったので、なんか新しいかなって思ってやったのがきっかけです。で、学校についてなんですけど、僕は高校生が建築科目のある工業高校だったので、まあ基本的に1年生はまあ復習みたいな感じだったので、割とついてこれました。そして1年生の最終課題の模型はレゴで作りました。そしたらそこで評価されてめちゃくちゃ嬉しかったので、これを続けていこうと思いました。で、続いて2年生なんですけど、僕の中で一番楽しくなかった時期です。なぜかと言いますと、僕が2年生の時の製図の先生にレゴの模型を見せたんですよ。そしたら、お前ふざけてるのかって言われて、これを言われて、なんか自分がやって、できたことがなんかバカにされてちょっと悔しくて、それで 2,3 週間ぐらいは引きこもってました。まあ今となっては笑い話なんですけど、まあそういう時期もありました。結構言われて傷ついたんですけど、そこまで言われたんだったら、じゃあ次はもう今まで言ったことをすいませんでしたっていうぐらいの模型作ってやろうと気になって、2年生の最終課題も当然レゴで作りました。そしたらその製図の先生にも評価されたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、2年生の YouTube 活動についてなんですけど、初めて野外撮影をしました。はい、続いて3年生なんですけど、まあその時はコロナが流行った時期で、旧建築士に向けてめちゃくちゃ勉強してたんですけど、先生にどうしてもこれわかんないんで教えてくださいって言いに行きたかったんですけど、そしたらコロナのこともあって断られて、で、それがなかったら多分僕は3年生の時点で2級の学校は受かってたと思います。まあ結果的に言うと3年生で2級建築士の学科に落ちました。ただ僕は落ちた時に、じゃあもう来年あるからまあ頑張ろうって思ったんで、もう割とすぐに立ち直りました。そして3年生の最終課題なんですけど、担当の先生が事務所持ってるすごい先生だったので、もうその先生もギャフンと言わせるような模型を作ろうと思って、そこからレゴ模型をめちゃくちゃ作りました。まあ最終的にはその先生にも結構評価されたので、めちゃめちゃ嬉しかったです。で、3年生の YouTube 活動についてなんですけど、まあこれといって言うことはありません。はい。で、最後の4年生なんですけど、僕の中ではまあちょっといろいろ苦労した時期でもありました。まず一番きつかったのは2級建築士の受験しながら就職活動です。まず就職活動なんですけど、やっぱコロナ禍なので採用人数も極端に減って、今でしたら10社受けて1社内定が当たり前の時代なんですけど、僕は2社だけ受けました。動画では最初に受けた1社は落ちましたって言ってたんですけど、実を言うとその1社受かってました。最初に受けた1社は一次審査と二次審査があって、一次は受かりました。なんですけど、一次審査通った後にいろいろ考えたことがあって、動画見てる人だったら多分わかるんですけど、僕の最大の目標があるんですけど、最初に受けた会社だとその最大の目標を達成できるのが難しいと思って、受けようと思ってた2社目があったんですけど、そ
そこだったら僕の最大の目標を達成できるんじゃないかなって思って、僕は2社目の面接の時にもし内定もらったらもう1社目蹴ろうって決めました。で2社目の面接に行きました。で一番びっくりしたのがその2社目の面接なんですけど、なんと5分で終わりました。これ本当の話です。実を言うとその2社目の面接日なんですけど、2級建築士の学科の翌週です。知ってる方もいると思うんですけど、僕去年の2級建築士の学科1点足らずで落ちちゃったんで、僕その時もうこれダメだろうって思ってました。面接時間も5分だったということもあって、うわもうこれ絶対実際にもうダメなんじゃないかなって思いました。で面接の翌日に会社から電話がかかってきて、採用しますと通知があって、めちゃめちゃびっくりしました。でその内定結果をいただいた後に1社目に電話して取り消しさせてくださいと電話しました。4年生の2級建築士の勉強についてなんですけど、基本的にめちゃめちゃ問題集やったり過去問やりまくったおかげで、模擬試験では70点ぐらいは取れて、最後の模擬試験で80点取れました。なのでこのまま頑張ったら僕はいけるんじゃないかなと思ってめちゃくちゃ勉強しました。でもただ現実は甘くはなかったですね。先ほども言った通り、去年の2級建築士の試験は1点足らずで落ちました。もうあれがすごい悔しくて、問題が悪いのかそれか自分が悪いのかめちゃめちゃ悩んだんですけど、今となっては自分が悪いんですけど、最近の建築士の試験ってめちゃくちゃ難しくなってて、特に2級建築士も1級建築士も新しい新傾向の問題が出たりとか、2級建築士に至っては1級建築士の問題が出てきたりするので、今建築士って人手不足なんですけど、なんかそれ問題難しくしたら余計減るんじゃないかなってつい思っちゃいました。今は全然そうは思ってません。で4年生の YouTube 活動なんですけど、僕が YouTube やってきた中で一番きつかったのが、実を言うと4年生時代です。ちょっと前にこの動画出したんですけど、僕は4年生になってから、視聴率維持率にめちゃめちゃ悩んで、もう一番嫌なのが、そもそもなんか僕の動画クリックして3秒しか見ないんだったらもう見るなよってめちゃめちゃ思ってて、でも見てる人の中で YouTube やってる方は多分共感できると思うんですけど、編集と撮影にめちゃめちゃ時間かけて作った動画をたった開始3秒で見てくれないっていうのはやっぱ一番きついですよね。僕はねそれにめちゃめちゃ悩んで、去年の11月ぐらいからもう内定もらったし、2級建築士の資格持ってないから、もう来年はもうやめようかなって思いました。それで1週間は悩んだんですけど、僕の頭の中にはどうしても最大の目標が離れなくて、なんかそのことを考えたらやっぱ YouTube は続けるべきだと思って、僕は YouTube を続けることを決意しました。今でもそれは視聴者維持率低いっちゃ低いんですけど、ちょっとずつ変えたら伸びるんじゃないかなって思ってるので、僕はこのまま行こうと思います。で4年生の学生生活なんですけど、基本的に前期はもうずっと2級建築士の勉強をして、後期については基本座学ばっかりだったんですけど、4年生の卒生も当然レゴで作りました。結果的には3年生の時と一緒でめちゃくちゃ評価されたのですごい嬉しかったです。はい、今回の動画はこれで以上になります。最後になりますが、いつも僕の YouTube チャンネルを応援してくれてありがとうございます。4月から社会人になるので、もしかしたら動画投稿の活動頻度がちょっと下がるかもしれないんですけど、それでも継続的に YouTube を続けようと思います。それと一つ言わなければいけないことがあって、僕はこの1週間動画投稿をお休みします。理由については新居の家具設置とかで結構いろいろ忙しいので、そこのところはちょっとご了承いただければと思います。来週の日曜日までには新居のインテリアは終わってると思うので、とりあえず来週の土曜日か日曜日までには引っ越しを完了させたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。